はい、どうもこんにちは、道友です。ちょっとこれ店から持ってきてだいぶ今暑いんですけど、まあ、今日何をしたいかっていうと、ここですね、いろんな水を用意してちょっと水の測定をしていこうかなと思います。用意した機械なんですけど、こちら1つ目は TDS ってですね、トータルリゾルブドソリッドかな、水の中に浮いてる浮遊物の量を測る装置で、まあ、これの値が高いければ高いほどいろんなものが浮いているということで、まあ、もしかしたら水が硬水なのかもしれないし、まあ、それ以外の不純物がですね、たくさん入っているのかもしれないというのが分かる機械で、まあ、少ない方が不純物は少なくとも少ないということが分かるような機械みたいです。でもう一つですね、ちょっと不純物が本当に硬水なのか軟水なのかというのはどうにも判断つかないので、こちらにですね、トータルハードネステストキットかな、これは、まさに多分炭酸カルシウムの量だけを測る機械なんじゃないかなと思って、機械というか、まあ、薬品的な、検査キットなんですけども、バンガードの水今から測りますけど、不純物は結構あるんですね。で結構高くなっちゃうんですけど、それが硬水だからなのか、それ以外の余計なものがたくさん入ってるのかもちょっとわからないので、まあ、測定していこうかなと思います。で用意した水なんですけども、こちらがバンガロールの、まあ、水道水、バンガロールの水道水というか、まあ、僕が住んでる、マンションの蛇口から出てきた水ですね。こちら、でもう一つがこのキンレイとアクアフィーナかなとビスレリ、この3つが、フィルタードウォーターかな、多分、ちょっと書いてあるところを見るとパックドドリンキングウォーターって書き方してるんですけれども、これはミネラルウォーターではなくて、その辺の水を、まあ、いい感じにフィルターして飲めるようにしたやつを、パックしたっていうような商品です。でこれですね、クアっていうのが、まあ、ミネラルウォーターですね。これはナチュラルミネラルウォーターって書いてあって、まあ、この中ではこいつだけがミネラルウォーターと呼ばれる商品のはずです。値段が結構違くて、多分この普通の飲料水って国が価格コントロールしてるのかな、全部値段が一緒なんですよね。まあ、ちょっとこれだけ量が半分で 500ml なので、これが確か10ルピーだと思います。でこっち側のアクアフィーナとビスレリ、この2つが1リットルで両方とも1本20ルピーずつですね。まあ、だから単価は一緒って感じですね。でこれだけ結構高くて、クア、ミネラルウォーターはこれ70ルピーします。だからまあこれは贅沢品っていう感じで、だいぶ値段が高いですね。ちょっと冷蔵庫から出してきたばっかりなのでちょっと曇っちゃってますけど、でこれが結構多分地元でよく売られてるのかな、安めの、まあ、ウォーター缶って言い方してて、まあ、これが缶って呼ばれるのはちょっとあんまりしっくりこないんですけど、ウォーターボトルですね。まあ、ちょっと装置がないんで今回こういう、USB で充填できるんですけど、こんな感じで水が出てくる機械を Amazon で購入しました。でまあ、こんなものを一応、全部で6種類の水用意してます。でまず最初にバンガロールの水道水から見ていこうかなと思うんですけれども、ここに試験管がこのキットについて使うので、これをちょっと移して、あ、こぼれちゃった。こちら値出てますね、187ということで、まあ、不純物が1リットルあたり 187mg っていう意味だったと思います。で、まあ、これが本当に全部炭酸カルシウムなのであれば高度187ってことで、まあ、結構な硬水ってことになるんですけど、まあ、これが高度というか炭酸カルシウムでこの187になってるのか、まあ、それとも不純物が多すぎて187になってるのかが、まあ、ちょっと今のところ分かんないんで、これを後でこちらのキットですね、調べていこうという話です。最初にバンガロールの水道水の薬品の検査の方からしていきましょうか。こいつの検査方法は結構難しくて、まあ、これの説明をしてもしょうがない気がするんですけど、薬品が4種類かな入ってますね。最初に試薬入れて、まあ、中和していく感じのかな、なんか中和滴定みたいなやり方な感じがしますけど、これを10滴から12滴入れて、
これを何滴入れたかで、まあ、水の硬度が分かる、そういうような装置みたいです。で水の硬度が2から40だったら、これこれこれっていう感じの使い方で、水の硬度が、25から500の範囲だったらこれこれでこれじゃなくてこっちっていうような使い方みたいで、まあ、やり方的には順番に最初に40未満かどうか測って、40超えてるだったらこっちで測るってことだと思うんですけど、まあ、ワンゴールドの水っていうのはもともと硬水だって分かりきってるんで、ちょっと今回、TH5 ですね、ちょっと硬水用の硬い水用の測定装置を使って測定を最初からやっていこうかなと思います。では TH5、一滴あたり 25ppm の炭酸カルシウムが入っているということになるので、まあ、どこで青が赤が青に変わるかで、何 ppm か分かるというような仕組みみたいです。まず一滴ずつ入れていきます。これで25、50混ぜた方がいいかな。75。これで75、次100、まだ変わらないですね。125、あ、変わった。 125ppm ってことか。5滴目ですね。5滴目で変わったんで 125ppm ってことなんで、まあ、前回これの測定値が190ぐらいだったじゃないですか。ってことは炭酸カルシウム以外の不純物が、まあ、6、70ppm 入ってるってことになると思います。まあ、これが不純物かな。だからまああんまり軟水か硬水か以外にあんまり飲まない方がいいっていうのが、まあ、なんとなく分かる気がしてきますね。あとあと試したいんですけど、じゃあこれシャワーにつけて軟水、硬水を軟水に変える装置なんですけど、ここを通したら果たしてこれが軟水に変わるかっていうのをちょっと後で見ていこうかなと思います。ちょっとまあ測定に入る前にボトルの説明なんですけども、個人的にキンレイこれが一番気に入ってます。でキンレイのいいところはボトルですね。ボトルが多分ガスが充填されてて開けた時に音がするんですよね。これが他のボトルだとないんで、キンレイが一番安心。まあ、よく聞く話が、なんか買ったらボトルのキャップが開けた時のカチカチって音がしないって話をよくインドで聞いて、まあ、確かにそういう経験があるんですよね。でキンレイだけはガス充填されてるんでシュッて音がするの、それがまあ結構安心感につながるんで、まあ、キンレイがおすすめです。ちょっと、マイクに近づけて開けていこうかと思います。キンレイのボトルですね。このシュッて音がするのがまあキンレイだけということで、おすすめがキンレイ。ではキンレイの TDS 測っていこうと思うんですけど、ちょっとこれ今試薬が入っちゃってると思うんで、ちょっと共洗いしていこうか。でこれが RO かな、まあ、なんかオゾンフィルターみたいな感じでフィルターされてると思うんで、ほとんど不純物がないんじゃないかなと思いますけど、どうかな。 TDS 見ていきましょう。今0ですね。これを入れると TDS が測れると、015かな、 15ppm。 確かに不純物ほぼないことが分かりますね。全然違いますね。10倍ぐらい違うわけで、不純物ほぼなし。これを、15がほとんど、まあこの炭酸カルシウムによるものなのかどうかちょっと測っていこうと思うんですけれども、少ない方のですね、軟水の方の測り方は 25ml まで、水を入れて、でこの試薬については一緒、ワンスプーンですね。TH3、1滴あたり、2ppm かなってことで、まあ、今18だったんで、全部が、炭酸カルシウムなら、まあ、9滴ぐらいで色が変わるはずですね。
まあ、多分他にも不純物あるんで8滴ぐらいかなっていう想像ですけど、今のところやっていきましょう。1、2、3、5。なんかちょっと変わった気がする。あ、変わったかな。5滴で変わりましたね、色は。5滴目で変わったかな。だから 10ppm、 香水軟水でいうと超軟水ですね。 10ppm なんで、これで合うかな。ちょっともう1滴入れてみようか。6、思いっきり変わる。ちょっと変わった気がするから、まあ、5ぐらいかな。でも、まあ、10ppm ってことでかなりの軟水ってことが分かりますね。 TBS の、値が正しいなら、まあ 5ppm から8ppm ぐらい不純物があるのかもしれない。それはちょっとよく分からないですね、どういうことなのか。ということで、これが、金例でしたね。3つ目、アクアフィーナ。あ、そうそう、メーカーの話してなかったんですけど、キンレイが、まあ、信頼のコカ・コーラなんで、まあ、そうですね、キンレイが良さそうだと思う理由は、メーカーがコカ・コーラっていうのも一つの理由ですね。信頼のコカ・コーラ製なんで、まあ、皆さん、キンレイおすすめです。次、アクアフィーナ、これがペプシコですね。ペプシコ製の、水だと思います。はい、違うかな。ペプシだと思ってたけど、そうそう、まあ、ペプシコが作ってる水で、まあ、同じような製法で作られてるやつなんで基本的には一緒かなと思うんですけど、まあ、そうそう、違うのはこのキャップですね。開けてみましょう。音が多分しないですね、あんまり。カチッっていう音、カチカチって音はしたと思うんですけど、プシュって音がしないんで、まあ、そこが僕がキンレイが安心できる理由かな。キンレイならプシュって音がして、まあ、ガスの充填ってなかなかね、あの偽物の水作るのはできないというか、偽物の水多分ないと思うんですけど、こんな20ルピーの水でこの綺麗なボトルの水、偽物作る音はないと思うんですけど、まあ、やっぱりプシュって音がする安心感っていうのがあるんで、キンレイやっぱりおすすめですね。ということで、アクアフィーナ、これを見ていこう。3ppm ってことで、本当にほぼ不純物なし。金霊の方が不純物が多かったですね。アクアフィーナの方が純度でいうと優秀なのかも。もう調べるまでもない軟水なんですけど、どうしようかな。もういいか。3ppm ってことは完全に軟水、3ppm のうちどれぐらいが不純物なのか、ちょっとこの検査キットの精度では調べられないんで、もうめんどくさいんでやめておこう。アクアフィーナいいですね。ちょっと調べる前は金でおすすめだったけど、この純度見るとアクアフィーナいいかも。ただちょっとあんま売ってないですね。金霊はかなりよく売ってるんですけど、アクアフィーナあんま見ないかな。で、一番よく見るのがビスデリ。これはかなりよく見る水ですね。多分結構どこかの店でも売ってるって感じな感じ。ムンバイの会社が作ってみたいですけど、バンガロールでもこれが一番多いかな。開けていきましょう。で、ボトルのキャップが音がしない率が一番高い気がするんだけど、これ大丈夫。まあ、カチッって音は一応しましたね。ただプシュはまあやっぱり金でだけかな。ってことで、これまだ今試薬入れてないから、そのまま TDS の測定いこうと思います。もうちょっと入れた方がいいかな。はい、で、この TDS メーター0、TDS9 ってことで、まあ中間ぐらいか。それでちょっと測定していきましょうか。 9ppm ですね。そのうちどれくらいが不純物で、どれくらいが
炭酸カルシウムなのかちょっと知りたくあるので調べていこうかと思います。9ppm TDS なんで、まあ、理論的には4滴ぐらいで色が変わると不純物なしってことで、1滴ずつ丁寧に振っていきましょうか。 TH3 を入れていきます。1滴、もう変わったような気もする。1滴で変わりました、青に。だから 9ppm のうちのまあ結構な量が不純物なのか、まあ、TDS のメーターですね、これ結構安くて3ドルとかなんであんま信頼できない気がしますけど、うん、一滴で変わっちゃいましたね。まあだから超軟水ってことですね。炭酸カルシウムはほぼなし。ミネラルウォーター、クアですね。読み方がクアであってるのか分かんないけど、こいつを見ていきましょう。ミネラルウォーターなんで TDS は高いはず。ちなみに、成分表が書いてありますね、こちらに。成分表があって、成分表通りだとカルシウム60でマグネシウム15なので多分 75ppm とか、まあマックスかな、これが。だからまあ 50-60ppm とかになるはずなのかな。150よりは多いぐらいかなっていう予想ですねをしてますが、まずちょっと開ける音はしっかりし、かなりキャップがかなり一番しっかりしてた。ちょっと今そこ取れなくて残念だったな。まあ、微妙に見えたとも思いますけど、これまず洗っていきますか。TDS 測定していきます。ゼロ確認。どうですか ?178。水道水と一緒じゃん。まあ、ミネラルたっぷりってことですね。じゃあこのミネラルのうちのどれぐらいが炭酸カルシウムなのかってことですね。178までいっちゃうと、精度の高い方は 40ppm までしか測れないんで、スケールの大きい方になりますね。TH5 を何滴入れて色が変わるか。180何歩でしたね、これ。まあでも、もしかしたら不純物たっぷりかもしれないから、これが1滴、よし。1滴では変化なし、これで25。次が150。150で変化ありか。水道水と同じような結果になっちゃいましたね。まあ、ということだから、ミネラルなのか不純物なのかは、まあ、よくわからんってことかな。硬度でいうと、少なくとも硬度が水道水とクアと同じようなもんだから、まあ、硬水軟水以外の雑菌とかで言ったら沸騰すれば飲めるから、まあ、料理には水道水使ってますよっていうのが地元の人の使い方みたいですけど、まあ、確かに料理には使えるのかもな。すごい重い思いをして5分ぐらい、徒歩5分ぐらいの店からこの20リットルの水買ってきたんですけど、そうそう、これの値段が、水の値段が50ルピー、20リットルで50ルピーだからめっちゃ安いですよね。これ1リットルで20ルピーでしょ。だからもともと20ルピー、20リットル買ったら400ルピーするところが50ルピーなんで、まあ値段で言うとだいぶ安いんですよね。4分の1とかなんで買えるんですけど、まあ、ボトル自体がこれ150ルピーしてるんで、まあ、デポジットですね。デポジットは150ルピーで、この後は交換してくれると思うんですけど、まあ、そういう問題があるにあります。で、ちょっと気になってるのは、これ本当に大丈夫なのってことで、悪い店だと水道水詰めてるかもしれないし、もう一個よく言われてるのは、まあ、ボトル自体がですね、結構太陽とかで溶けて不純物たっぷりになってるっていう話を聞くんで、
まあ、見ていこうかなと思います。ボトルのキャップは普通に再利用できる感じのキャップになっててこんな感じのキャップなんで何度でも閉められちゃいそうで、今回ですねこれを持ってるんで、水道水がちょっとなんか泡が立ったけど、泡が立ってもちょっとこの装置の中のゴミが若干気になるから捨てよう。やってみようか、こぼれそうだ。はい、いい感じで取れましたね。まず TDS 測っていこう、フィルタードウォーターのはずなんで同じような感じ、10から20ぐらいを期待してます。ゼロ確認どうかな。なるほど、102。うん、純物たっぷりじゃん。これがいやいや、どうしようかな。117、うん、洗ってないってこれ。 TDS 測ってから洗ってないか、こいつが悪いって話、もしかしてこいつを洗い忘れてるか。ちょっともう一回行ってみよう。ああ、だいぶ下がった。50か。なるほど。ちょっとこの試験管を洗い忘れてた。試験管の洗い忘れ問題があったんですけど、もう一回試験管を洗おう。この試薬が結構 TDS に影響しますね。今までは共洗いしてたから大丈夫なはず。ということで TDS もかかってきます。何回洗っても変わらないかな。50ぐらい、まあ、中間って感じか。水道水とボトルドウォーターの中間ぐらいかな。アクアフィーナよりだいぶ高い。アクアフィーナじゃないか、一番高かった金でよりだいぶ高いですね。これが飲めるのかちょっと謎だな。じゃあ香水なのかどうかですね、まあ、フィルターの質が悪いんじゃないかなって気がするんだけど、基本的にみんな飲んでて大丈夫なんだろうから、50なんで微妙だな。軟水用の試薬でいこう。 25ml、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 滴。変わっちゃった、しまった、ちょっとミスったな。10滴で変わったってことは 20ppm 軟水かつ不純物が多い。ってことなんで、もうあんまりやる気が起きないんだけど、まあ、軟水だってことは分かったぞ。軟水かつ不純物が多いっていうことですわ。なるほどね。ということで、まああんま飲みたくないな、これ料理用かな。ちょっと飲料水って感じじゃないですね。飲料には適さない感じして きましたね。これ一番安いブランドなんで、実際はビスレリのボトルドウォーターとかアクアフィーナのボトルドウォーターもあって、そっちを試してみたいなって感じだな。ちょっとこのブランドは今のところもう買う気が起きないですね、まあ、ただ店で日干し、天日干しになってるからこのボトル自体が溶けてとか、まあ、いろんな話はあるんですけど、ちょっと不安だな。これちょっと別の上がりからしようかな。ほらこれが悪い説もあるじゃないですか。だから出てきて、これを装置が怪しい可能性をちょっと信じて直撮りしてみよう。 PPM なんで、若干装置から出てきて残ってても薄まるはず。ゼロ、よいしょ、51、一緒ですね。今のところ結論としては、水道水はまあ飲料、料理用には良さそうかな。飲むのはまあみんな地元の人はあんまり飲んでない水だと思うんでやめてはいいと思いますけど、じゃあ
これ飲めんのかって話、僕は微妙、ダウトって感じかな。やっぱこっち買ってきた方が良さそう。でももしかしたらね、別のブランドならいけるかもしれないんで、まあ、このブランドちょっとよくわかんないけど、一番安いブランドと思うんですけど、ここは微妙、あんまり飲みたくない。ビスレリとかのブランドちょっと買ってきて試したいけどかなって感じですね。